今回紹介するのは「活学新書」成功と失敗の法則、という本です。真の成功とはこの世に生まれた時より少しでも美しく良い人間になれるようその魂を高め気を締め磨き上げていくことだ稲森哲学のエッセンスに満ちた本書をぜひお手元に置いていただき 繰り返し紐を解いていいてたただきたい松下幸之助翁が解かれた「素直な心の正当な継承者こそ稲森氏であることは周知の通りです」そして「人として何が正しいか」ということを判断基準し大成された稲森氏の継承者タらんとする森場塾生は9,000名を超えているそうですが塾生に限らず本書を手にした読者処刑がぜひ 時代を担っていく少年少年女に本書を手渡していいいたただきたいと切に願います。本書は平面な文章で書かれていますので生き方同様老若男女に広く読まれてほしい一冊です。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、 チャンネル登録をお願いいたします。